参議院関係予算の説明を聴取いたします。岡村参議院事務総長。令和2年度参議院関係歳出予算についてご説明申し上げます。令和2年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は413億8900万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと75億5200万円余の減額となっております。これは主に議員会館整備等事業経費、新議員宿舎整備関係経費及び通常選挙の実施に伴い必要となる経費が減額となることによるものでございます。その概要をご説明申し上げます。まず国会の権能行使に必要な経費として240億5400万円余、参議院の運営に必要な経費として157億300万円余を計上いたしております。これらの経費は議員活動にかかる諸経費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でございます。次に参議院施設整備に必要な経費として16億2500万円余を計上いたしております。この経費は議事堂本館等の施設整備に必要な経費でございます。最後に国会予備金に必要な経費として500万円を計上いたしております。以上、令和2年度参議院関係歳出予算の概要をご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に